まあ、この辺、はい、もうスノースティックのシリーズですね、はい、もうだいぶラインナップ増えましたね。だいぶラインナップ増えましたね。若君がモススノースティックが大好きなのは僕知ってるんですよ。だって柔らかい板でルーズに乗るのが好きじゃないですか、はい、で全部紹介するのは結構いっぱいあるので、はい、ぜひともお店でですね、はい、若君と膝つき合わせてこの辺はねお話してもらえたら嬉しい限りです。そうですね、そうですね、はい、そして中でもですね今回紹介したいのが、はい、じゃんこちらです。おー来ました。すごいですね。すごいですよね。すごいですよね。ユニオンとモスのコラボしたこれモデルなんですか。ストラータですね。ストラータですね、うん、ストラータシリーズがなんといよいよモスとコラボして、はい、来年モスからユニオンバインディングがリリースされます。すごいことですよね。すごいことですよねこれ、はい、でこれね若君、はい、何がすごいかって僕はユニオンのライダーをずっとやらせてもらってて、なんだったら5年前に僕やってるジョイントとユニオンでコラボしてバインディング作ろうぜってなって3年間ジョイントモデルっていうのを作ってたんですよ、うん、やってました。作ってたんですけれどもこのユニオンのロゴは絶対いじるなよって言われたんです、うん釘を刺されたんですよ。そらそうっすよね。だってメインロゴじゃないですか、うん、間違いない。だからこれはオレンジかもしくは単色でしか絶対使っちゃダメっていう風に言われてたのでそういう風にデザイン何をお願いしてやってもらってたんですけれども、うんうん、ここに来たらロゴにグラフィック入ってるじゃないですか。すごいこれすごいことなんですよ、うん、そしてこのバインディング買うとなんとモスユニオンっていうケースが付くんです。すごいすごい。そしてこのケースを見ると分かるんですけれどもなんとこのグラフィックは水面なんですね。水なんですね。水面なんですね、はい、あーすごい。モスは海の近くに会社があって、うんうん、モスの社員の方々は出勤前にサーフィンするんですって、うん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 、サーフィンしてから仕事しようぜっていうもうザ横乗りの人たちが作ってるのがこのモスなんです。モスがやるんだったらロゴにグラフィック入れてもいいよっていう風に、はい、ユニオンの本国の社長が許可出したんですね。うわすごくない？すごいことですよね、はい、なのでそんだけ横乗りに熱いやつらでやっているモスのブランドもちろん日本で古い一番古いし、うんうん、スノーボード自体を作ったのがモスなので、うんうんうん、もちろん知ってるんですよみんなモススノーボード、うん、モスとコラボするんだったらこのグラフィックちょっと両方のロゴに入れてじゃあ展開していこうよっていうふうに、うんうん、ユニオンの本国の社長もだいぶ乗っかって出ますよっていうのがこのリミテッドエディションユニオンバインディングカンパニー&モスパイオニアモスこの感じです。横乗りってもともとやっぱりサーフィンから始まってるんでね、うん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 、それが派生してスケートになってサーフボード雪山行ってスノーボードやろうぜっていうふうに長男がサーファーです。次男がスケーターです。でスノーボーダーは三男なんです、うんうんうん、っていう風に一番長男の水に乗っていく海で遊ぶっていうことを横乗りで忘れないモススノーボードはユニオンもやっぱり共感してブランドとしてコラボレーションをしっかり行っていくんだなというのが分かる一角になっております。間違いなくこのストラータをつけて、うんうん、ああこれこれこれ、はい、こんなやりたいじゃないですかね。こんなスノーボードしたいじゃないですか。かっこいいですよね。はい、モススノースティックのパウダーボードにこのストラータをくっつけて、うん、まるで雪山をサーフィンするがごとく自由自在に板を操っていく、そしてサーファーみたいに板の上でスタイリッシュな動きをするためのつなぎ目でありますバインディングを、うん、モスとユニオンで作り上げたストラータ、これねものすごく僕も我が君もチェックしてる次第です、はい、なんだったらですよこれにモスの社長のサインもらってこれにユニオンの社長のサインもらってお店に飾っておきたいねって僕らもそのぐらいリスペクトしている2つのブランドがコラボするっていうモデルとなっております。ぜひこのサインをもらって飾るをやりましょう。やりましょう、はい、はい、ぜひという感じで今回はモスからいよいよユニオンのストラータがコラボされてリリースされますよっていうお話でした、はい、モスがスノーボードの元祖です。皆さんお忘れなく。そして僕は BC ストリームのライダーです。我が君はバタリオンのライダーやってます。はい、でもモスは大好きです。それではまた。スノーボーダーの青木でした。チュイタースの高でした。